は一日ジュリー三昧。0時15分からお送りしてきた今日は一日ジュリー三昧、ついに2008年にたどり着くことができました。いやねえ、これからもう、1時までは時間が許す限り、最新アルバムロックンロールマーチからお届けしたいと思いますが、もうね60になってね、いっぱい毎年僕アルバム作ってきたんですよ。でその歌をねで出すたびに、もちろん毎回ライブでは歌ったんですけど、一回こっきりっていう歌がいっぱいあるんですよね。でも自分の子供のように大切なわけですよ。だからそれを歌うにはどうすればいいかってなると、逆に考えるとね、もう新しいアルバムを作らないで今までのやつを歌うということにしないと、どん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 作っていったら、どん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 作ったものが歌われないで、一回しか歌われないで、もうずっとどっかにね、忘れられてしまう曲が増えてしまうじゃないかと思って、僕はもう最後のアルバムという意気込みでこのロックンロールマーチというアルバムを作ったんですけどね、よくよく考えてみたらね、いややっぱり続けようかなとかね、今すごくなんか揺れてるんですよ。日々毎日どうしようかなとかね。いやそれはもちろんね、こんな話をしてなんでございますが、やっぱりもうレコード会社も何も独立レーベルですよ、インディペンデントですよ私。ですから全部もう随分前から自分で制作費を出して、その代わり好きなことをやるということを続けてきたんですけど、やっぱりこれから先に向かってね、もちろん一生懸命一日でも長く歌いたいとは思ってるんだけども、やっぱり限界っていうのがあるし、でそうなった時には少しずつ屋台をこう少しずつちっちゃくしていくっていうのが、僕はいい方法ではないかなと思ってたんですがね、どういうもんだろうかって未だに悩んでいます。はい。そんなことで、ロックンロールマーチからは、たっぷりと聞いていただきたいと思いますが、まずはこれは誰のことを歌ったのでしょうか。なんと大阪の落語家桂ざこばさんのことを歌っております。友達。
達、僕藤山直美さんの舞台に呼んでもらって、で桂春団治っていうのをやらせてもらってね、でその時にザコバ師匠のお嬢さんが、関口麻衣さんっていうんですけど、役者として一緒に出てらっしゃって、でそんなことでね、でちょうど昼公演が終わった時に天満天神繁盛亭っていう寄せ小屋があるんですが、そこでちょうどザコバ師匠がやられるっていうんで見に行ったんですよ。でその日に、夫婦をご馳走になってで、まあ、できてまた今度飲みましょうみたいな話、またその頃はもうガンガン飲んでましたから、私も今でこそもうちょっと12月3日まではやめてますけど、で今もね時々大阪なんか行くと、どっかの帰りに大阪寄ったりとか、まあ、したりなんかしてるんですけどね、でいろんなこととかを連れて行ってもらったりとか、でザコバ師匠の話ね泣くんですよ僕聞いて、話のタイトルは忘れたんですけどね、とにかく泣かさあるんですよ、あの人聞いてるその脚本泣かせるんですよ話でね。でそこがすごく痺れるところでもあって、でもちろん、面白いっていう部分ももちろんあるんですがね、今一番好きなのはザコバ師匠もおっしゃってましたが、なんかこうしんみりさせたいねんっていう歌あるんですよね、なんか泣かしたいねんみたいな、落語はやっぱり東京の落語も僕はよく見に行くんですよ、浅草演芸場とかね、そういうところでもううわこの人面白いっていう人を見つけると、なんか、まあ、僕なんかもう遅いんですけど、もう知ってる人にしたらもう何を言ってんねんっていう話なんですが、それこそ高田文夫さんとかに言わせると、ああの人ねあの人ねっていうぐらいの人なんですけど、僕はもうそういう人を見つけるともう嬉しくてね、テレビなんか見ててもなんか落語やってるっていうような時になるとすごく嬉しくなって、ついつい仕事せないかんとかって思いながらも見てしまうしね、まあ、そんなこんなで、長いお付き合いをしていただきたいと思いますし、で何年か前にはなんか本を2冊目の本を出すってんで、それのちょっと打ち合わせっていうか、原稿書きみたいなことで横浜見えた時ももう2日続けて、飲ませてもらいましたよ。もういろんな中華街も、一緒に行きましたしね、もう館内も行きましたしね、それも楽しかったですよ、いや、もうお友達になれて嬉しいという感じなんですがね。その最後で僕が別れるよよっしゃ言うて決断した時に、この子はどっちへ来てくれるのか、それを聞きたいやね。いや嫁はんとこ行くんか俺とこ行くんか、ごめんな、えらい無理なことをしようってせやけどそれはもうしんどいやろ言うて、これね、ほんまの話しますと、ほんまに危なかった時があったんですよ。でその時にお母さんが私に、マイどうするって言ったことがあるんですよ。お母さんその話やったお父さん。ほんで、いや、これ今までしてなかったそうなんですよ。そうしませんよ。こんな番組でありがとうございます。もし離婚した場合、どうするって。どうするでだけどね、あんたこの世界入るんやろって、私がちょっとまだ入ってぐらいの時だったね。でその時にでもなって、あんたこの世界入るんやったらお父さんとこついてった方があんたはええよってお母さんが言うたんですよ。あ、お母さんもあれやね、言うたんですよ。邪魔くさかったんだそんなこと。いや違いますよ、考えてくれてるんですよ。取り方が違います。汚い夫婦利用さんじゃないですか。そうですって。で、でも私はやっぱりお母さんかなって思いますよね。あ、女ですからね。ショックやな。いや、ショックじゃないですよ。これは知らないですよ。かわいそうや、こんな舞いちゃん言うて、かわいがって。いや、何や、わかりました。何やの、わかりました、よくわかりました。ほんまにわかる時はあんたはお母さんとこについていくんやね。ちょっと心底はお母さんもついていくらしいですよね。ね、そういう結論出ました。だけどやっぱり親が別れるわけであって子供は難しいですよ、選ぶのは。そうです、そうです。だけどそうなった時どっちかなってなった時はお母さん。お母さんやろな。君はね、私が頑張ってることを分かってない。そうですね。そうですね。いやいや、そんな真剣に分かってない。分かってない。真剣にフォローし